谷陽子は戦後海外の映画に多く出演した日本の女優、日本初の国際女優とされる。パリ留学中であった経済学者伊賀谷義和の娘として生まれる。母太子は受学者江際に水の彦で、実家は大正時代のモダンスポット江義写真館であった。太子は奥無名の秘書を務めた祭宴で中勘助に思いを寄せられていたことで知られる。 母方の祖母、エギン世は、カブラキキヨカタの美人が、築地赤市長のモデルとなった女性であり、そのイボ姉には、大正三美人の一人エギキン,キンがいるという、美貌の家系であった。東京女子高等支配学校付属女学校を経て、戦後に津田塾大学を卒業。カトリック教会の留学生として1950年からパリに渡り、 ソルボンヌ大学で哲学と美術を学ぶ。その傍ら、シャルル・アズナ・ブールなどが出演する高級キャバレー、クレイジー・ホースに出演。やがて、マルセル・カルネ監督に見出され、女優として活動を始める。1955年、俳優ローラン・ルザッフルと結婚し、一時帰国して、日本映画にもいくつか出演。その後パリに戻り、 ヨーロッパ各国の映画に出演する傍ら、藤田つや、フェルナンレジェ、ジョルジュ・ブラック、モーリス・ド・ブラマンク、マリー・ローランさんといったパリの画家たちと華やかな交友を持った。ありがとうございます。